KCZ の卓球ラケット。このラケットはケブラーカーボンが入っています。弾みは強いです。ファーストぐらいの弾みです。カーボンが入っているのですが、板が割と柔らかい感じがします。硬すぎない感じで、ミドルからややソフトぐらいに感じます。スピンもよくかかります。板が柔らかい感覚があって、ボールを包むというか、板の柔らかさでボールを受け止める感じがあります。ニッタクのケブラーカーボンはアリレートカーボンに似ていて、かなり高性能な卓球ラケットです。セルロイドボールからプラスチックボールになって、ボールが弾まなくなっているので、以前ミッドファーストぐらいのラケットを使用していた方は、ファーストぐらいの KCZ のような飛ぶ卓球ラケットがおすすめです。弾みもスピンも欲しいという方におすすめです。